を見てくれ。ハガンはまだ懲りてないようだ。なあ、話がある。サバルか、なんだ。俺はバナプールに行かなくちゃならん。アミータは基地にかかりっきりだ。お前に人質を頼みたい。大変だ。と思うが、基地を取り戻す前に人質を救出する必要がある。でもアミータ、基地は確かに重要だが、今は人質の命が最優先なんだ。ピラットの市民の安全はゴールデンパスにかかっている。彼らを裏切ることはできない。人質を救出してくれ。父は無事だ、サバル。父の名に恥じない働きだな、AJ。人々を救う。これこそ彼がゴールデンパスを創設した目的だ。ここに来たのは親父のためでも、人助けでもない。お前の助けが必要だ。大活躍してくれたな。むしろ、頼りすぎかもしれんが、ゴールデンパスに協力することが、ラクシュマナに通じる道だ。一緒にラクシュマナを見つけよう。分かった、サバル。見たよ。サバルから基地の奪還ではなく人質救出を頼まれたのは知ってる。でもいいわ、あなたは新入りだし、サバルは口がうまいから。役目を果たしたかっただけだ。いいことだけど対局を見てほしいの。基地への人員は用意できていたんだけど、おかげで救出された人質を守るのに戦士の配置をやり直さないといけない。守るって何から？デプルールよ。自分のものを奪われて嬉しいはずがないもの。これしかない。わからない AJ。 最初の計画はもう破綻してる。デプルールが片付くには時間がかかるわ。その間に基地の敵兵たちが防備を固めてしまう。俺が行こうか。 AJ、 一人で基地を攻撃するのは自殺行為よ。援軍が到着するまで待って。やってみせるよ AJ。 ダメ。